かなりの苦痛を伴う苦行とは、体を痛めつけることによって、自らの精神を高めようとする宗教的行為。禁欲とも密接に関係し、主だった宗教には、共通して、禁欲主義的な傾向が見られる。解祖釈迦本人は出家した後、断食などを伴う、激しい苦行を積んだが、悟りを開いてから、苦行はいたずらに、心身消耗するのみで、 求めていたものは得られぬと説いている。ビクたちよ、世の中には二つの極端がある。出家者はそれに近づいてはならない。何が二つの極端なのか。一つ目は、欲と、愛欲や貪欲を良しとすることで、これらは下劣かつ非戦、つまらぬ人間のやることで、無意味で無益である。二つ目は、自分に苦難を味わわせることは、苦痛であり、無意味で無益である。 ビクたちよ、如来はこの二つの極端を捨て、中道を認知したのである。それこそが、見る目を生じ、英知を得、招致を持ち、ただし、涅槃に至る道である。第旅、パーリブ展、三十八ックハンディカム、スリランカトリッピティカプロジェクトイエス本人も、荒野での修行や十字架形にかけられるという苦行を、経ているが、正統派教義では外在存在である神への信仰を、 重視するため、うちにある申請を求めるという苦行の動機が薄かった。しかし、神秘主義や聖アントニウスに始まる修道士の流れでは、禁欲によって神に近づこうという傾向がある。14世紀のイタリアでは、ペストの流行によって社会不安が蔓延し、ドミニコ会修道士の指導のもと無知で体を打つことで、食材を行い、苦毒を得ようとする。 無知打ち苦行団が組織された。無知打ち苦行団は、ドイツとフランスでも組織されたが、ペストの被害が深刻になるにつれて、ローマ教皇にも統制が取れない事態となった。ラマダーンと呼ばれる月の1ヶ月間の日の出から、日没までの間に、食料品、水分の摂取を控える断食が行われるほか、喫煙と性行為も禁止されている。しかし、 ムスリムの間ではこれを苦行と思う人がほとんどおらず、むしろ連帯を感じる大切な時期と考えられる。また、シーア派ではアーシューラーにターズイエと呼ばれる殉教者であるイマームフサインを追悼する行事が行われる。その中で、自らの体を無打ったり刀で傷つけるといった苦行を通じて殉教者が受けた苦痛を信徒が追体験する儀式が存在する。 脳科学によれば、神経伝達物質のエンドルフィンは、一定以上の苦痛を受けるとそれを緩和するために、幸福感をもたらす作用があると言われる。この説に従うと宗教者が苦行の果てに神やフッツを乱す行為には、生物学的説明がつく。ありがとうございます。